小牧市立図書館。小牧市立図書館は、愛知県小牧市の公共図書館の総称。小牧5丁目にある、小牧市立図書館本館のほか、3カ所に市民センター図書室があり、また名鉄小牧線小牧駅前の複合商業施設、ラピオに、絵本図書館がある。1901年、明治34年1月1日には、東春日ガ小牧町大技小牧に、 新聞雑誌従覧書が設置された。1910年、明治43年9月には、小牧町クラブ図書館に改称し、1913年、大正2年には、小牧神城小学校前の民家に移転した。この民家の板の間が図書館となり、書棚や新聞掛けが置かれていた。1923年、大正12年には、民家の建物が取り壊されることになったため、 図書や書棚や机は小牧尋常小学校に移された。これ以後の小牧町に図書館に類似する施設は存在しなかった。1955年昭和30年1月1日に東カス郡軍小牧町、味岡村、篠岡村が合併して小牧市が発足した。1967年昭和42年に船橋久夫が 小牧市長に初当選すると、市民からの図書館建設の要望を受けて、建設を計画。1969年、昭和44年3月の小牧市議会で、図書館の設置が議決され、同年4月15日には、小牧市立北里中学校校長などを務めた木村俊一が、初代図書長に任命された。大和小牧1763-2にあるもと、 小牧市役所文書、旧、愛美産業指導所の建物を用いて、同年11月3日、文化の日に、小牧市立図書館の開館式を、挙行、11月6日に開館、図書館業務を開始した。開館時の蔵書数は、約7000冊だった。開館時間は、11時から17時であり、休館日は毎週水曜日祝祭日、毎月20日だった。考え貸し出し対象は、 中学生以上であり、一人一冊までだった。1971年、昭和46年4月1日には、考え貸し出し対象を、小学3年生以上とし、貸し出し数を一人二冊までに拡大、開館時間も、10時から17時に拡大した。1973年、9月1日には、40冊まで、2ヶ月間の貸し出しが可能な団体貸し出し文庫を、 開始した。開館からしばらくは一冊あたり1日20円の遅延料を取っていたが、1975年、昭和50年4月1日に撤廃した。1976年、昭和51年4月1日には、貸し出し方式をニューワーク方式から逆ブラウン方式に変更した。会館初年度の貸し出し数は3549冊だったが、1975年度、 昭和50年には56,672冊まで増加した。1975年度、昭和50年度の蔵書数は約41,100冊となっている。1973年、昭和48年には、藤島団地に、1974年、昭和49年には、久保山団地に廃本書が設置され、廃本書の蔵書は二ヶ月ごとに入れ替えられた。 初代小牧市立図書館は、大正期に建設された建物であり、老朽化と境外化が進んでいた。1976年、昭和51年には、船橋市長が新館の建設を決定。先進的とされた東京都の日野市立図書館などの視察を行い、造設計集団に設計を依頼して、同一地点での建て替えを行った。 1976年12月27日から1977年昭和52年3月31日までは長期休館とし、同年4月1日には旧小牧保健所の建物を仮設館として図書館業務を再開した。この間の同年2月18日に新図書館の建設に着工している。同年12月1日からは仮設館から新館への 図書館移転のための長期休館に入り、1978年、昭和53年1月17日に2代目の小牧市立図書館が開けした。新館開館直後の1月21日には、芥川賞作家の大谷剛志を講師に招いて、文学雑話と題した開館記念講演会を開催している。同年4月19日には、移動図書館社、 青空号の運行を開始した。新館の建物は建築系の雑誌などに取り上げられ、愛知県内外から視察者が訪れた。新館の1階は視聴覚室や集会室のみであり、一般所や児童所などの書家が置かれたメインフロア2階である。利用者は屋外の大階段を上り下りして入館する必要があるため、高齢者などからは建物の設計に、 不満の声がある。また、学習室が設けられなかったことから、図書館での受験勉強を望む学生からは不満の声が上がり、3階の参考郷土資料室で受験勉強を行って注意を受けた。現在は勉強可能。1981年、昭和56年6月29日に、在野の郷土資野である津田大介の蔵書が遺族から寄贈され、 三回の陛下書庫に昭山文庫を開設した。同年11月1日から1982年昭和57年1月30日には図書館で郷土史や津田大介と昭山文庫展が開催され、同じく郷土史屋である水谷も利ミが講演を行った。1986年昭和61月ミリメートル4月1日には、 小牧市市長格ライブラリーが社会教育課から図書館に移管された。1987年昭和62年には小牧市立図書館発の出版事業として津田大介の伝説、老古賞、牧山吉五郎の復刻発刊を行った。1988年昭和63年10月1日にはコンピュータシステムを導入し貸し出し冊数を6冊に拡大した。 本館に加えて、1989年、平成元年9月9日には、東華大ニュータウンに、東部市民センターと書室が、1992年、平成4年9月1日には北里市民センターと書室が、1996年、平成8年4月1日には、味岡市民センターと書室が開館している。1990年、 平成2年2月11日には、小説家の渡辺淳一を講師に招き、小説の中のヒロインたちと題した開館20周年記念講演会を開催した。2000年、平成12年1月には、各種の開館30周年記念行事を開催し、新春映画大会、写真展、朗読会などを行った。2008年、平成20年7月19日には、 日本図書館が開館した。小牧市立図書館本館は愛知県小牧市小牧5丁目89番地にある。蔵書は全部で約18万冊あるほか、ビデオテープや DVD、音楽 CD などが約1万点所蔵されている。建物は鉄筋コンクリート作り3階建てであり、設計は造設計集団。2008年、平成20年には、 図書館が、昇山文庫蔵書目録を刊行している。定期的にコンサートなどのイベントを開催している。なお、建物の老朽化が問題となっており、現在移転が検討されている。公式ウェブサイトで蔵書の検索や予約が可能である。小牧市は、日本有数の外国人居住都市であり、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語の4カ国語の利用案内が公開されている。 蔵書は全館合計で約50万冊あり、他にはビデオテープや DVD、音楽 CD などが約2万5千点所蔵されている。また基本的にすべての図書館、本館、別館が月曜日提供である。貸出可能者は小牧市在住、在勤、在学者に加えて周辺市町村、春日市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、 不総長在住者。小牧市は、名古屋造形大学とも協定を結んでおり、小牧市民は、名古屋造形大学付属図書館の蔵書を貸し出しできる。ほか、名古屋造形大学生は、小牧市立図書館の蔵書を貸し出しできる。2011年2月元愛知県議会議員の山下、文守明氏が公約に、図書館の建て替えなどの大型プロジェクトは、市民の意見をよく聞き、 長期的視点に立って、ゼロから再検討を掲げ当選。しかし、就任直後のインタビューで、図書館新本館の移転候補地となっていた、小牧駅前ビル、ラピオへの移転を、私はもともと反対だった。ラピオ移転はマニフェストに合わないとし、同年9月同ビルの空床にファニチャードームを誘致。その後2014年4月、中野直樹前市長、当時在任時に決まっていた、新本館の 公設公営の運営方針を公設民営に変更。指定管理者制度を導入し、佐賀県竹雄市の竹雄市図書館、歴史資料館をモデルとした通称、津タヤ図書館の建設を発表。カルチュア・コンビニエンス・クラブと図書館流通センターによる共同行程とアドバイザーリー契約を結び、小牧駅西の私有地に新本館の建設を進めた。市民団体に対し、図書館はつたや化する。 嫌な人は、カス井犬山、高南に借りに行けばよいというほど強引に進めいたが、2015年8月、市民団体が、市長は、市民の意見を聞いていない、巨額の建設費用は、問題などの理由で、計画の白紙撤回を求める、住民投票の実施を求める署名運動を起こした。この署名は、規定数に達し、同年9月に、市議会で、 住民投票実施が審議された。これに対し山下市長は議会に住民投票を行わないよう求めた。しかし議会は市民団体の求めた条例案を否決したが議員案の住民投票条例案を可決。住民投票条例が実施されることとなった。同年10月住民投票が小牧市議会議員選挙とともに実施。結果は 反対32,352票、賛成24,981万票と計画に、対する反対票が過半数を占めた。なお住民投票条例の結果には、法的拘束力はないが、条例では、市長や市議会に対し結果を尊重するよう求めている。またこの問題では、 カルチュア・コンビニエンス・クラブと図書館流通センターによる共同事業体との業務委託契約に問題が指摘されているほか、住民投票条例実施決定後に市が行った説明会が例で規定されている、中立性に違反しているのではという問題や、市が配布した広報の中身や配布方法の問題なども指摘されている。なお市が行った説明会と配布した広報に関しては、 2015年12月22日、市民約160人が山下市長に対し、住民投票における広報活動が賛成投票に誘導する偏った内容だったとして、説明会の開催経費や広報資料の印刷代など、約300万円を市に返還するよう求める住民監査請求を起こしている。住民投票の結果を受けて、山下市長は結果は、 真摯に受け止め、問題があれば見直すとしながらも、一方で、計画変更は正式な手続きを経てる。スタや図書館が否定されたわけではないなどいう主張を繰り返した。また、同年10月20日、市のホームページで、カルチュア・コンビニエンス・クラブとの契約を解消し、計画を一旦白紙に戻すと発表する一方で、現在の計画を白紙にする考えはない。検証の結果よっては、 同じ事業者、カルチュア・コンビニエンス・クラブと図書館流通センターによる共同事業体と連携する可能性もあるという主を繰り返した。さらに、山下市長は雑誌、日経ビジネスで、スタヤ図書館秘訣も諦めずと題した持論を発表。反対派の市議は対案を出せなどとも主張した。市は、同年8月から9月にかけて行われた、 新小牧市立図書館建設に関するパブリックコメントの結果の公表を延期していたが同年11月27日に突如公表。募集された意見は反対意見が圧倒的多数だった。反対理由は建設費用が高すぎる民間企業に任せると図書館本来の機能が失われる高齢者や子供が利用しづらい設計図書館に逃げを期待するのは 疑問などだった。また、山下市長の公約無視を批判する内容も複数あった。同年11月24日、山下市長は議会からの賛同が得られなかったとして、新図書館計画の問題点を洗い出すための市民アンケートを行うための予算提出を断念。同年12月21日、山下市長は市議会の求めに応じ、2014年6月に改正した。 図書館に関する条例のうち、指定管理者制度導入や小牧駅西に建設するとした条文を削除する条例を市議会に提出。全会一致で可決され、計画の白紙化が決定した。2016年2月8日、臨時議会で市側が提案する新しい図書館計画や小牧駅西のまちづくりに関して市長に諮問する審議会の設置が議論された。審議会は、 学識経験者や、公募市民、経済界、図書館ボランティアなどによる21人で構成され、同年4月から審議を開始するとした。この案に対し市議から、住民投票の結果を受けて、ゼロベースから検するとしていたのに、なぜ、小牧駅前開発と関連づけるのか。や、21人の審議会のうち、公募市民が4人なのは、少なすぎるといった意見が出たが、 全会一致で可決された。また、翌2月9日に山下市長は、これまで特定の団体とは合わないとして、会談を拒否し続けていた、住民投票を主導した市民団体と住民投票の約4ヶ月後にようやく初会合を行った。その会合で、山下市長は、市民団体側の審議会メンバーの公募市民が4人なのは少なすぎるという意見に対し、 同団体を審議会に加えることを検討したいと回答。そして、市民団体側の図書館建設と小牧駅前活性化は分けるべきという主張に対しては、駅前活性化のためには図書館しかない住民投票でも44%の人が賛成した。この人たちは新図書館建設計画が良いと認めている。と回答している。なお、公募市民枠に関しては、 その後二人増やされ、六人とされた。いずれの公募市民も、同志教育委員会委員による委員会が非公開で、応募してきた41人の市民から小論文と面接で選抜した。審議会は、建設地など様々な問題で意見が分かれたため、議論がなかなか進まなかった。しかし2016年7月13日の、 第七回会合で新議員に対し行われたアンケートでは、交通の便がいい、駅前の賑わい喪失につながるなどとして、小牧駅前 A 外区を建設地に押す意見を持つ、新議員が多数であることが明らかとなった。そのため、内野安彦審議会会長は、小牧駅前、建設前提で議論を進めるとした。これに対し、一番重要な市民の意識調査が行われていない。 市民の声とかけ離れた方向に進んでいるとして、住民投票が行われるきっかけとなった署名運動を行った市民団体、小牧の図書館考える会が市民の意見を聞くよう求める署名運動を行った。これに対し小牧市教育委員会の安藤和則、教育長と共産党を除く市議会会派は、内野康彦会長に対し、今後も丁寧で、 理性的な審議を求めなどとした要請を提出。署名運動を牽制した。また、山下市長も、審議会はこれまで丁寧かつ慎重に運営されてきた、として、こちらも署名運動を牽制した。しかし、同会は、同年10月3日、約3300人分の署名とともに、もっと市民の声を聞くべきだとして、市民の意向調査を求める要請書を、 うちのやすひこ会長に提出。これに対し、うちのやすひこ会長は、私は少数意見にも耳を傾けてきた。言われなき誹謗中傷を受け、信用を傷つけられたとして、辞意を表明。審議会を退席した。その後審議会委員の一人である、伊藤健二名古屋経済大学名誉教授が、会長代理を務め、全会一致で、うちのやすひこ会長の移流を求めることとなった。 また図書館の会の要請については考慮するとした。その後内野、や、安彦会長は辞意を撤回。審議が再開された。再開後も、小牧の図書館を考える会は、市民の意見を聞くよう求めたが、市民の意見を聞くことは行われないまま審議は終了。争点となっていた、建設地と運営方針に関しては意見の集約ができないまま、 中間取りまとめを経て答申が作成された。答申では意見の集約ができなかったこれらの点に関してはすべての意見を並列表記する形式となった。建設地に関しては小牧駅前新設が良いという委員の意見が多数だったとする一方で、現図書館の改修、修繕や絵本図書館があるラピオへの移転を求める意見もあったと記された。運営方針に関しては、 市の主体的運営が挙げられる一方、市直営で業務委託を活用意見や、指定管理者制度も否定すべきでないなどといった意見も、併記された。答申は2017年2月9日に、小牧市教育委員会に提出。なお答申に関して、内野会長は、読んでこうすべきだという内容にはなっていない。答申、答申に基づく、見直し案、議事録の三つを見れば、行政は、 新しい図書館を考えることができるはずだ。審議は終わったが、図書館作りはこれから。車のラリーに例えれば、どんな悪路、天候、環境が待ち構えているかわからない。沿道の市民の応援と支援が不可欠。などと述べた。また、山下市長は、答申を重く受け止めより良い図書館の早期建設に取り組みたいと述べた。そして審議委員も務めた。 小牧の図書館を考える会の渡辺共同代表は、建設場所の問題など十分議論さたとは言えなかった。今後は、市民アンケートを行い市民の意見を聞いて、建設を進めるよう見守りたいと述べた。審議会の答申を受けて、山下市長は、同年4月27日の審議会文教委員会で、市街地の街づくり、利用者の利便性、シンボル性を、 総合的に判断したとして、市直営で小牧駅前に新設する新たな方針を発。建設費は35億から40億円、延べ床面積6000平方メートル、増所目標は50万点とたや図書館計画と、ほぼ同規模となった。これに対し委員からは、規模の縮小を求めた、当真の精神は活かされたかと疑問が投げられたほか、 文館の整備も同時進行で進めてほしいという意見も出された。また、建設地に関しても市民の声は聞くべきではという意見に対しては、建設場所は映画区が良い言う意見が多数であった。審議会の意見を尊重するとして、建設地に関し市民の意見は聞かないとした。同年6月29日、市議会では、この計画に関する補正予算が賛成多数で可決。これを受けて、 同年7月から9月にかけて、公募型プロポーザルが実施され、基本設計者は株式会社、荒井千秋都市建築設計に決定された。その後、同年8月市は18歳以上の3000人の市内、在住者を対象とした、新図書館の設計に関するアンケートを実施、有効回収数1,150件、有効回収率38.3%。このアンケートでは、 建設地に関する説問はなかったが、小牧駅前建設に反対する意見やラピオ移転を望む意見、図書館建設そのものに反対する意見、住民投票結果を無視しているという非難の声も寄せられた。その後、同年8月29日に選抜された、中学生、10月20日に選抜された、高校生と共にグループミーティングが実施された。さらに、同年12月10日と、 翌2018年2月4日に市が選んだ約80名の市民によるワークショップも実施された。同年4月23日小牧市は新たな建設計画を発表。小牧山をイメージした外観で地下1階地上4階、延べ8684平方メートル。建設費は外産で約43億4000万円と建設費が問題となったツタや図書館よりも高い費用となった。 また2018年度中に実施設計を完了し、翌2019年から工事を着工し、2020年度末の供用開始を目指すとした。これに対し小牧の図書館を考える会は、当心では広く市民の声を聞きながら進めるようにとも、示されている今ある施設を活用して、新図書館を建設すれば、費用も抑えられるし、早く建設できるし、 文館の充実にも予算が組めるとして、小牧駅前新設に反対。改めて、山下市長に大使市民の意見を聞くよう求める、署名運動を2017年5月21日に開始した。同年6月27日には、市民3000人分の賛同署名を市に提出。同年9月1日には、累計6000人分、12月28日には、 累計9000人分の署名を提出。最終的に、翌2018年3月までで1185人分の署名を市に提出した。そして同年3月16日の市議会、文教建設委員会で、建設計画を再考するよう求める、請願書を提出したが、市議らは、住民投票で、小牧駅前建設は否定されていない。審議会では丁寧な議論がなされた。 現在の計画は、答申を受理して進められている、住民投票は、マスコミの影響が大きかった、早く臭くて欲しいという人もいるとして、反対多数で請願を不採択とした。2018年7月、新図書館の設計業務の市の予定価格と受託した、株式会社、荒市明都市建築設計の見積もり価格が、落札率99.99% 99、 予定価格1億2千一1万円、見積もり価格1億2千万円だったことが発覚。完成談合が強く疑われている。なお、全国市民オンブズマン連絡会議は90%以上は談合の疑いがあり、95%は疑いが極めて強いと指摘している。また、小牧駅前開発として関連するラピオニ整備が進められている。 小牧市子ども未来館と子育て包括支援センターの設計業務では市の予定価格と受託した RIA の見積もり価格が同額落札率100%だったことも発覚しておりこちらも完成談合が強く疑われている同年10月1日市は子育て関連施設の完成談合疑惑に関し情報漏えいがなかったかなどを調べるため弁護士などによる 第三者委員会の設置を発表。これに対し小牧の図書館を考える会は、同年10月17日、第三者調査委員会の公平中立な調査と、調査対象に新図書館設計委託業務を含めることを求める、持ち書を山下市長に提出したが、同年11月22日の臨時議会では、調査対象とされなかった。なおこの日の臨時議会では、 小牧市子ども未来館と子育て包括支援センターに関する情報漏洩調査のための3社委員会設置条例が修正可決された。小牧駅前、新設反対運動は山下市長の姿勢そのものへの反対運動へと発展。2018年6月24日、小牧勤道センターで山下姿勢に疑問を持つ市民の集まり、小牧市民の集いが開催され、 約400人の市民が集まった。また、小牧の図書館を考える会のメンバーも、住民投票で示された市民の声を、全く無視した計画が進められる。住民投票をしても請願署名をしても、全く市民の声を聞いてもらえなかった。もう市長を変えるしかないとして、この流れに合流。勤労センターの市民集会を実施した、小牧市政を変える会、急称。 小牧市政を考える会に割り、2019年2月に実施予定の小牧市長選挙で新たな市長の擁立を模索。同年8月30日弁護士の常根美ネ・氏が無所属で立候補を表明。3年前の住民投票で小牧駅前英外区の新図書館建設計画は白紙になったはず。住民投票の結果を無視して進められているとして、 小牧駅前の図書館新設と駅前再開発ビル、ラピオに整備がめられている小牧市子も未来館の整備の見直しを主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。